はい、皆さんこんにちは、エステ王子です。今回は会話での主導権の握り方ということについてお伝えしていきたいと思います。このチャンネルではですね、エステ王子のエステサロン経営ノウハウ、カウンセリングの方法、それからですね、リピーターの作り方、物販の方法などですね、お伝えしております。それからですね、日本一のエステテクニック、フェイシャルテクニックなどもね、ご紹介しておりますので、ぜひね、見ていただきたいと思います。はい、ということで今回のテーマ、会話での主導権を握る、これなんですけれども、主導権を握るっていうことが実はですね、物販、そして例えばカウンセリングなんかもそうなんですけれども、全てこう優位に進めていくことができるようになるわけですね。まあ、物販なんかで言えば、本当にですね、主導権を握っていないと最終的に購買に至らないっていうケースがありますので、主導権を握るっていうのは実はすごく重要なポイントになります。で、じゃあですね、主導権っていうのはどういうふうにしたら握っていけるのかっていう話なんですけれども、まあ簡単に言うとですね、質問をするっていうことなんですね。主導権をですね、握る側の人っていうのは質問をしっかりしているっていうことなんですね。逆に、主導権を握られている人はですね、質問をされてるっていうことなんですよ。はい、どういうことかっていうと、質問をするとですね、相手はその質問に対して答えていきます。で、また質問をしていくと、また答えてくれると。で、これはですね、会話の流れ、どっちがですね、この会話の流れを作っているかっていうことなんですね。はい、もうお分かりだと思いますけども、質問する側が会話の流れを作っていくことができるっていうことになるんですね。なので、引き出したい情報、欲しい情報っていうのは質問した側の人が全て得られるっていうことなんですね。なので、そうすると会話っていうのはすごくね、主導権を握れてスムーズにいくわけなんですけれども、逆にですね、主導権を握れないっていう人っていうのは、実は相手の質問に対して答えるだけっていうことをやっていくわけなんですね。そうすると、聞かれたことに対して答える、これを繰り返していってるだけなんですね。そうすると、実はですね、もう相手はもう聞きたいことを聞いたから、もういいですって言って、自分のタイミングで会話をやめることができちゃうということなんですね。なので、そうするとですね、商品をこう販売するにしても、相手のリズムで全て物事が進んでいきますから、最終的には相手が買うか買わないかっていう判断をするんですけれども、最終的にはですね、はい、買ってもらえないとか、要求が通らないみたいなことが起こっていくと。なので、いかにして主導権を握ってですね、会話を進めていくかということが大切になります。例えばですね、商品を提案するって言った時の主導権の握り方ってあるんですけれども、まずはですね、悪い例でいくとどうかっていうと、例えばお客様がですね、いきなりこの商品はおいくらですかって聞いてきたりします。そうすると、あ、1万円です、あ、じゃあどれぐらい持つんですか、あ、3ヶ月持ちます。で、例えばサプリメントだったりすると、味はどうなんですか、甘いですみたいな、こういう会話のやり取りをしていくと、全てですね、もうお分かりだと思いますけれども、お客様、質問した側がリードしていってるのが分かると思うんですよ。で、最終的に主導権を握れない方っていうのは、質問をされて、それに答えて終わりっていう風になってるわけなんですね。はい。そうすると、お客様が、あ、分かりました、また今度買いに来ますみたいな話だったりだとか、少し検討しますみたいな感じですぐ終わっちゃうってことなんですね。なので、例えばお客様がですね、この商品おいくらなんですかって聞いた時に、あ、これはですね、1万円なんですけれども、そこでプラスアルファですね、質問を返すってことが大事なんですよ。こちらの商品にご興味を持っていただいたんですねっていうふうにこう聞いてあげたりすると、あ、そうなんですって相手は答えます。そうすると、どんなところにご興味持たれましたかって聞いていくとなると、主導権は一気にですね、エステシャン側に来るわけですね。なので、聞かれたことに対して答えるだけではなくて、その答えた後に一つ質問を入れていくっていうことなんですね。で、この質問をすることによって、ね、何度もお話ししますけれども、主導権を握ることができるということになります。なのでですね、会話、あらゆる会話の時に主導権を握りたいっていうふうになったら、相手があらゆる会話の時に主導権を握りたいっていうふうに思ったらですね、ぜひ質問に答えた後にこちら側から質問してみるということをね、必ず徹底してやっていくということですね。で、例えばですね、まあ、こういう事例もあります。まあ、お電話でですね、エステサロンに、まあ、問い合わせが来たりすると思うんですけれども、その時に場所はどこですかとかですね、おいくらなんですかって聞かれてですね、あ、場所はどこどこから、駅から何分ですとか、金額はお試し5000円ですって言って終わって、あ、わかりましたって言って切られるっていうケースがあるわけですよ。これっていうのは完全にですね、主導権がお客様になってるわけですね。なので、まあ、そういったお電話が来たとしても、
あ、今回は何を見てお電話いただいたんですかっていうふうにこう質問していったりとかですね、いうふうにしていくと主導権っていうのは必ずですね、自分が握ることができるっていうことなんですね。なので会話での主導権を握るね、一番のポイントはとにかく質問をすると、はい、これをねぜひ忘れないようにですね、会話の中で役立ててみてください。はい、ということで今回の動画いかがでしたでしょうか。え、主導権を握る、非常にね、物販をするにしてもカウンセリングをするにしてもですね、すごく重要なポイントですから、ぜひね今回のこの動画を参考にしていただいて、実践でねとにかく役立ててほしいなというふうに思います。はい、ということで今回動画ね、少し良かったな、ためになったなというふうに思われましたら、ぜひ高評価お願いいたします。それからですね、今回のこの動画に対する感想、質問などありましたらコメント欄にお願いいたします。それからですね、これからもっとね、たくさんの動画をアップしていきたいというふうに思っておりますので、ぜひお見逃しないようにチャンネル登録をお願いいたします。ということでまたお会いしましょう。